2024年1月23日、5チャンネルにこんなスレが立った。日本の20代の 46% が弱者男性であることが判明、一度も交際したことないが過去最多。みんな弱者男性、早速スレを見ていこう。女どもが弱者男性差別しまくった結果、女どもも交際率下がってる。また女のせいにしてる。30代の既婚者やがマキアプクイマクリンの世界を提供いただき誠にあざっす。日本の若者手ゴミしかおらんからな。日本の女ほんと絶滅しろよ。社会にとって害悪でしかない。弱者男性をひたすらいじめて自殺に追い込む差別するだけ。ゆとりが育てたガキらしい末路。氷河期定期。25、30歳だともう少しマシになるやろ。未婚の中のやろ。交際経験ないけど逆難はされる硬派なわい。高みの見物。で、30になってくるわけ。20代後半男性の未婚率は 76% くらいで、そのうちの 46% だから、0.76×0.46=0.3496、つまり20代後半男性の約3分の1が弱者男性なんやな。間違ってたらすまん。ゲイの男性も含まれるだろ。結婚する意味あるか？米印既婚者除く。女と一度も交際したことがない男が弱者男性なら、男と一度も交際したことがない女は何なの？危険やな。女なんてデブスでもモテモテなんだから、マジでデューティーコロシアムとかに出てくるレベルやと思う。デブとブス。女で可愛くて交際経験0ならステータス、ブスならただの弱女。女性は彼女持ちの男と付き合うよ。つまりモテる男が複数の女性と付き合ってるのさ。強いオスにはメスが寄ってくるという生物の断り。生涯未婚率 50% いけるか？一度も付き合ったことないのに秘書女のやついそう。ふ。だからこそ行動した者が多くを手にする。気を見るに年七何時移民ならそう考えるはずだ。弱者男性同士で交際したらええやん。3回告白されたことあるけど断ったから弱者男性やわ。ガチの弱男ってなぜか告白されたとかって嘘つくよな。Y の同級生のブサイクチーグも告白されたって嘘ついとったわ。パイパイで神谷種崎厚美に似た女たちから熱心に迫られても困惑するだけやったわ。好きじゃない人に告白されても面倒くさいだけよな。弱者増えるのはええな。弱者男性を差別する女たち、結果的に自分たちが絶滅しそうやな。どういうこと？弱者男性が増えすぎて結果的に女も彼氏できたことない率増えてる。男が全部悪いってこと？女は推し活みたいのが増えてるのでは。顔面偏差値が平均以下に恋愛は難しいを実証しているようなもんだな。周りの既婚者見ててそんな風に思えないだろ。こういうの特集したニュース番組でアナウンサーが必ず、私の知り合いにそんな人一人もいませんけどねってバカにしながら言うのくさ。これこそまあいいじゃんそういうの。仲間が増えてよかったじゃん。なんで女叩きになるんだ？まあいいじゃんそういうの。ワイもうすぐ30なのに童貞なんやがどうしたらええんや。お店行こう。一度も交際したことないってどういうことや？一度も交際したことないということです。好きな人できたことないんやろか。それとも好きな人ができても頑張って仲良くなるって発想がないんやろか。これについては SNS やアプリが大きいやろうな。女は顔出さなくても簡単にイケメンと繋がれるからブサイクにチャンスを与える意味がなくなった。それこそ大手企業勤めのやつでも30までは顔がないと女にありつけない。人を好きになるって感情自体がワイにはよくわからんわ。人間とか敵しかおらんし。好きになるにも理由があるやん。優しくされることもない弱者男性がアニメキャラ以外で女を好きになるってそうそうないやろ。弱者男性は話しかけられただけで好きになるやろ。確かに。いつの時代のイメージやねん。今は女に話しかけられたらまず警戒や。ワイは宗教の勧誘だったから若い女に話しかけられたらまず警戒するわ。どんだけ周りに女おらんねんそれ。2年で増えすぎやろ。今の若い子恋愛経験ないからこっちの道に引き込むのちょろいわね。自治体とのつながりを切り、社会のつながりも切れ、とうとう人間同士のつながりも切れた。チーグーとかもそうやったけど弱男も定義が広がりすぎやろ。本来は中高年以上で低収入低学歴で見た目もパッとしない上がり目のない男のことやなかった？そりゃそうやろ。マッチングアプリでわざわざイケメン以外選ぶ理由なんてないしな。女からしたらホストやメンチカに栄養かけられるより弱男とマッチする方が不快やし。勇気出してアプローチしたが微妙な反応で笑うで、軽くお茶するとこまでこぎつけたが発展できそうにない。ただその行動一つで君のレベルはレベル2から17くらいまで上がったからな。結婚は嫌だけど恋愛はしたい女は、男の恋愛離れを危惧してチーグーを差別することで教団のプライドくすぐって相手されたいんやと思う。もうさ、弱男弱女でシェアハウスみたいにタフダサいにしなよ。会社とか学校で、彼女できたことないって言ったらドン引きされそうじゃない？そんなことない？言う必要性ない。できたことない奴は周りにバレバレだから誰も聞かないぞ。毎回ごまかさず言ってるけどされる時ももちろんあるな。ドン引きされるくらいなら彼女作ってみようって思わない？
思わないな。そもそも彼女が欲しいとはそんなに思ってなくて、そこに火も手が掛け合わされてるから。みんな自分に釣り合う相手ではなく高望みするからや。選ばんかったらいけるやろ。努力すれば絶対できるって綺麗こと聞くけど、必要な努力の量がお前と比べ物にならないんや。わかるか？10メートル走るだけで彼氏作れるやつと1キロ走ってようやくスタートラインのやつがおるからな。前者はそら努力ちょっとするだけでモテるわなしねよ。勉強もスポーツも全部これやろ。だから努力が足りないとかムカつくねんな。そんなにいい女でもないのに振り向いてもらえないの傷つくわ。むしろいい女じゃないからワイでもワンチャンいけるんちゃうか？って君みたいなチーズが大量に押し寄せるから微妙な女ほど高望みしてる。三上岩とか本人は1億余裕で稼いでると思うが3000万でいいとか謙虚すぎてわろたわ。チーズは寄りつかないから。風俗 AV オナホー規制線と無理やろな。女さんへの最大のモチベーションが完全にこれらが上回っとる。二次元オタが市民権得てるのと、釣りネタが即手に入るから、家から出ると女に対して妙に冷静になる弱男多いと思うわ。昭和みたいなやりたい一心で努力するみたいのはなくなりつつある。選択肢増えたのが結果的に女さんの需要を低下させとるからね。ワインとこのパッパの世代は画質ガビガビの裏ビデオくらいしか抜くもんなかったから、女さんへの幻想が膨らみまくって常にモチベマックスやったそうな。中学まではないとしても高一あたりで出会いって増えると思うんだけど、付き合ったりが面倒なだけなのかね。おい弱男どうすんだよこれ。未婚だから全員合わせたら 3.3 割とかなんだよね。それなら割と妥当な気がする。恋愛なんてブサメンがやるもんちゃうよ。イケメンとやりちんに任せておけばええわ。今の状況って本来できるはずもないチーグーとか弱者男が結婚できなくなった正常な世界に戻っただけじゃん。チーグー弱者男が結婚できる未来になるぐらいだったら少子化の方がマシ。大学コロナ直撃世代はかわいそうやな。なんだかんだほとんどの人は学生時代に知り合って付き合うからな。昔のナンパし、20人に声かければやれた。どんなブサイクでも40人も行けばセスにありつけた。現在ナンパし、イケメンはイージー、50人いない。ブサイクは200人に声かけてもイベントすら起きない世界になった。めちゃイケのナンパ企画で綾野剛がナンパするやつで一人目で二人の女連れてたな。イケメンだとイージーすぎてアホらしい。ワイブサメンはその土俵から降りる。それはやらせやわ。ナンパに関しての約誤解あるあるやが。一人とか二人とかに声かけてささっと連れ出すのが凄腕みたいな考えしがち。自分や相手の年齢や狙う層によって全然確率が違う。女さんはネット上で本音漏らしすぎやで。弱男嫌いなのはわかるけど、それを文字にして可視化したら女さん全体へのヘイトゲージ溜め待っていくだけやろ。チーグー弱男、まあ高望みしなければマチコンかマッチングアプリやればワイでも彼女ぐらいなんだかんだできるやろな。真に受けて自分の恋愛市場価値知った結果、これが怖いから真のチーズはアプリなんて性病の温床だろってツイートして始めることすらしない。チーズに必要なのは女は男よりルッキズム激しい現実を受け入れて少しずつ改善していくことやのに。君はなんでそんなにブサメンに恋愛してほしいの？他人に恋愛してくれなんて思ったことないわ。少子高齢化社会って確実に上級も下級も不利益かぶるやろ。弱者男性はもう不幸マックスなんやから、不幸な奴が増えるのはメリットしかないな。上級国民が困るなら少子化最高やな。社会保障削られてダメージでかいのは上級より下級やろ。税金で生きながらえてる弱者男性なんてまだ不幸マックスなわけがない。社会保障削られて年金も生活保護や救済期間も縮小されてから不幸マックスや。弱者男性が今救われてない時点で何の価値もない社会保障やね。そう思ってるだけや。弱者男性は誰も助けてくれない。何も恩恵受けてないと思ってるから統合失調症みたいな、そんな思考になる。一昔前なんて弱者男性の趣味なんて学校で怒られるレベルの迫害だったし、擁護の声を上げる人すらもいなかった。人権なかった時代の弱男が女叩きしてるなら自業自得やな。そして今もチーグー叩きして女のイメージだけで人格攻撃して恋愛経験強制のセクハラしてるからな。都合よく被害者ずらして取り繕ってるけど。特に東京とかチーグー多すぎじゃね。チーグーは人権ないとか言ってるけど、むしろ人権得てないか。童貞が人権得てる時代やからな。ネットの発達で弱男も横のつながりを容易に作れるようになった。別に付き合わなくても楽しく生きていけるようになっただけやろ。さすがに嘘やろ。田舎で統計取ったら全然違う結果になるんちゃうの。弱男が善意喪失して恋愛市場から去ったんやから、女さんにしてみたら願ったり叶ったりやろ。あとはごくごく一部の強男をめぐって強弱入り乱れた女さんの戦いに勝つだけの話やん。そら恋愛なんかよりも、楽しいことがいっぱいあって恋愛は、コスパ悪すぎってことが世の中にバレてしまったからね。昭和の成人男性は、酒タバコ女をやってないと病人扱いされたのかもしれないが、令和の成人男性は全部やってなくても普通だからな。余暇の時間が暇つぶしで忙しすぎるのが悪い。余暇の時間に対して消費コンテンツの供給量が異常。
カフェで1000円出してまずいコーヒー飲むより冷凍食品買い込んで食った方がよっぽど楽しいやん。モテるクズ男が性欲処理にたくさんの女使うのが悪いよ。ただおもちゃにされただけなのに女の子は関係持ったと勘違いしちゃう。女が男と関係持つ時はその男を気に入ってる時だけど、男はある程度以上の女なら誰でも抱けるんだよな。そこ勘違いして高望み中古おもちゃになった女が大量発生。なんでたった2年でこんなに変わるんだよ。今よりまだ遊んでた方の90年代初期生まれがどんどん30代になっていってるからな。20代の童貞率はさらに加速する。コロナ禍、3年間マスクし続けてご飯も個人個人で食べる生活、友達の顔もろくに見たことないのがほとんど。そんな状況で異性と付き合うとかならんし、弱者男性が淘汰された恋愛市場って結局イケメン1に対して100人の女が群がるだけやから未婚おばさんが大量に生まれるだけなんよな。弱男の敵は強男っていい加減認識しろよ。割と真面目に日本はアニメ文化が強いからあかんのよ。みんな見た目可愛いからあと渡したようなキャラから好みの属性持ちのキャラをしてるだけで満たされちゃうからな。わざわざ3次元行く理由がなくなっちゃう。そらヒカキンや文春鵜呑みにするようなカルトばっかだからな。淘汰されて当然や。女が未婚の女に、あなたならもっといい男性が見つかるわよ、って散々よいしょして遊んだ後に、取り返しのつかない年齢になってから、何であなた結婚しなかったの？って急に落としてくるあれみたいやな。童貞煽りしたらババアなの露呈して発狂したをしたからお前ら気をつけろよ。ジジイだらけのここなら聞くかもしれんけど下界怖い。一度も交際したことない奴らがネットだと変態な書き込みしとるのくさ、ほんま弱者やな。下級をこの状況にしたのは上級なんやから上級は今の状況を受け入れんと、下級は上級に誘導されただけやで。ぶっちゃけクローン女さんあてがって隔離すればええんちゃう？隔離する必要は？今でも女さんは弱者男性差別して遠ざけてるから同じやん。弱者男性ってそもそも彼女ができるできないは置いといて彼女欲しいと思ってるん。欲しいけどできるわけないからいらないって感じやね。別荘と同じ、もらえるなら欲しいけどわざわざ努力して欲しいかって言われるといらんやろ。じゃあもし今のお前に、付き合ってくださいっていう子が現れたらオッケーする感じか。容姿とか性格はお前が満足できる水準の女として。欲しいけど、もういいディーやからいらんなとは思う。今日男、女食い放題はロス。今日女、男選び放題草。弱男、相手にされんし諦めるか。弱女、この人らは何してんの？弱女なんておらんぞ。なんだかんだ接種しとるからな。いっぱいおるやろ。未婚やバツイチ35歳オーバー低収入おばはんとか地獄やで。バツイチは交際しとるから底辺かもしれんが弱者ではないぞ。誰からも相手にされず腫れ物扱いとか一番差別されてるよな。弱女とかいう実態のつかめない謎の存在。恋愛とかいう性欲の勢いに任せて接待せなあかんコンテンツがどんな条件でも行われるって思う方が間違っとるやろ。ジェンダーの成果やね。今更男は女とつがって一人前みたいな昭和時事に戻れんしな。女とやれないと一人前ではないという古くさい思考引きずってんのが女だからね。女割引されまくったのがようわかる。お前らに相手してもらえないなら、なおさら女さんからいいねなんてもらえんやろな。業者からも相手にされてないねん、悲しいねん。古いわ、今の男は結婚の強制とかないしすりネタすぐ手に入ってすぐ性処理するから恋愛したいわけでもないのに。恋愛したいんや。実は恋愛なんかどうでもいいのにしないといけないと思い込まされてたやつも多いんや。お前らだってガチの弱者女性見たことあるはずや。ひょっとしてそれ顔なん？みたいなえげつない顔してる核爆弾級のブス。ああいうの別れしとか 700% できないぞ。でもいずっこでも子供いるよね。離婚率 35% はほんまにシャレに並んで、怖くてとても結婚できへんわ。離婚率って夫婦の 35% が離婚してるってデータじゃないで。そうなんか？どういうデータなんや？その年に結婚した夫婦数に対して離婚した夫婦数を比較した数値、つまり何の意味も持たないデータや。3月。男の場合は交際したいわけはなくて接種したいだけやからな。突き詰めるとこれなんだよな。恋愛とか交際とかには男はそんなに興味ない。射精できればいいねん。君ら無理して日本人女と結婚しようとするからおかしなことになるんやぞ。ワイはグエンさんと結婚することにしたで。顔がシンプソンズのスミサーズみたいな容姿やけどいい人やで。顔特徴的すぎてくさ。パートナーとして助け合えるなら外国人でもいいし何なら同性でもいいよ。君ら何を生きがいにしてんの？そんなん酒以外ないわ。アニメ、ゲーム、漫画。外国人と結婚って多分男より女の方が抵抗持ってるやろな。せやから男女比であんなに離れてるんやろうし。女の方はシングルマザーになってるだけやろ。結婚してもらえてないだけ。高齢独身男ってマジでどうやって発狂衝動耐えてんの？結婚しないといけないって時代の思考をしつけんなよ。匿名掲示板で既婚アピールしてマウンティングする。人恋しいってのがないから別にって感じ。日本の若い女の半数がやりもくにしか相手にされてないという現実がある。
これは誰も否定しないだろ。それが幸せなのかどうか一度考えてみてほしい。女性目線で考えたら地獄だよ。女の生きてる目的ってイケメンと接種することなんやからええんちゃう。肉便器でも幸せなんや。結局それができるのは若いうちだけや。そして気づいた頃には手遅れになってる。経験霊より母はるかにマシやろ。公衆便所より新品のトイレを使いたいよ。自分を磨いて磨いて女の子を落としてエッチするゲームや、いわばパワプロのサクセスみたいなもんやのになんてできへんねや。君ら、似たようなゲームいっぱいありますし。ゲームの女の子のが可愛いやん。パワプロは1時間で済むけどリアルは年単位かかるんや。強い者だけが生き残る社会作るための新自由主義なんじゃなかったの？国ごとダメになりそうで失敗してるじゃなべっち。それも親が強いだけだから本人は雑魚のパターンが多くなってるしな。だからこんな終わった国になったんだよ。性に開放的なイメージある古代ローマですら平和な事態が続くと少子化と兵員不足に悩まされていた。戦争でもドカンと起きればまたそこらでパコパコやってガキ増えまくるよ。人類文明なんてその繰り返し。人類って満ち足りると少子化になるんやな。交際したことなかったり童貞でも言い訳できる世の中になってよかったな。なんで言い訳せなあかんのよ。そういう教団の洗脳がおかしかったんよ。てか女は男の容姿の品評会するのをやめろ。若い女グループとすれ違うとほぼ必ず品評会始めるからマジできつい。剣も面並みの品評会をリアルでやってるという事実に引くわ。ひじゃく男も街中で品評会くらい当たり前のようにやってるんだよな。え、キモ、男もやってるんだな。男だからわからんかったわ。街中がキモい奴らで溢れてるんだな。外出するのだるくなってきた。君もネットでは生きようよと女叩きしたり品評会に加わってるんやろ。まあね、でもリアルではキモいからやらんわ。女という生き物の醜悪さが X で可視化されたのがまずかったよな。キッズの頃からあれ見せられてると女の見方歪みそうよな。X やってない一般人見る方が大事なのにね。SNS やってるのなんて承認欲求の塊人間で一番触れちゃいけない人種なのに。お前ら2割くらいしかいない陽気女必死に叩いてどうすんねん。世の中の4割くらいはここでは話題に上がらないくらいの地味女やぞ。これな、一部を見て全体を決めつけるのは愚か。弱者男性やのに何で派手な女と付き合おうとしてんねん。宇宙に不要な遺伝子を淘汰してるだけで。恋愛なんて就活と一緒やん。やる気にならんとできんわ。女子の割合も高いのは意外。一度彼女できたらそれからは彼女いないと満ち足りない感じになったわ。潜在的メンヘラなんやろなわい。気持ち悪い。お見合いとかいう人権無視のゴミ制度で弱者男性大量生産されてんの笑う。モテる奴は何もしなくてもモテる、モテない奴は何やってもモテない、向き不向きがあるんやからしゃあない。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。